前回の後ラウンドをもう何回したんですか？3回しましたね。3回しました。ドライバーどうでした？いや、当たんないですね。前回の計測もドライバーとかも本当当たってないんですよ。で、一番最初にこう拝見した時もスイングの割にはもうミート率が極端に低くて、球が結構どこに行くかわからないみたいな状況だったので、そのために素振りというミッションを提供したわけですが、テストね、とりあえず5球ぐらい打ってもらいましょうか。じゃあ現状すぐ当たってるかどうかわかんないですよ。でも一応見たい。はい、じゃあどうぞ。はい、はいはいはい前回よりはいいかな。前回はもっとこの消えてなくなってるみたいな状況でもあったので、前回よりは一応ボールの跡がフェースの枠内に入ってきたぞっていう、そういう感じでもあります。で、一応その日々の努力もあって、実はクラブの軌道とかフェース向きに関してはいいんですよ。ただいいんだけれども、球は当たりが悪いのでやっぱりいろんなとこに飛ぶわけですよね。で、こうなってくるとね、なかなか難しいのが、なんていうのかな、本当に何が悪かったのか分かんないみたいなことが起こるわけですよ。そうするとラウンド中に迷う、振らない、もしくは振れない、球が曲がるという負のスパイラルに陥っていくわけですよね。で、一応ですよ、最大これちょっと見方はいろいろ今考え方が様々あって、入射角はアッパー、そうですね、2、平均はいくつだろうな、ちょっと待って、クラブで、平均は 2.7 アッパーブロー、適量ですかね。で、当然アッパーブロー量は多ければ飛ぶ、少なければ飛ばないというか、コントロール重視みたいな考え方になってくると思うんですね。ただここでの違和感はある意味安定してるんですよ、当たってるところ。アイアンもそうなのね。アイアンもヒールのちょっと10球に1球ぐらいシャンク出ちゃうかなぐらいのところに当たってきて、ちょっとしたズレでだからシャンクが出るようなところに毎回当たるんですよ。これね、新井さんの特徴、ばらついてないの。安定して同じところでミスを打つという特徴がある。これは日々の反復練習のおかげもあってばらつかないんだけど変えられないみたいな。融通が効かない。融通が効かない。でもアイアンとかもだから、そういう意味ではこだわりを持ったその1個の球種じゃなくてフェードを打つっていうことで、いろんなことができるというこだわりができると、今の当たってる傾向とかっていうのをそれだけじゃなくてもっとポジティブな変化としてできますよねっていうことですね。で、これもだから普通に考えると T 低くすればいいんじゃないのっていう発想もあるし、アッパーブロー量が大きくなると実は打点は下の方に行きやすくなります。通常天ぷらって打ち込んでる人がなるんですよね。フェースの上部に当たってるってことはもっとアッパーで打っても芯に当たるかもなっていう方向も感じるじゃないですか。今こんだけ上に当たってるんだったら、シンプルに考えれば、じゃあダブルで合わせるんだったらですよ、 T ちょっと低くしてアッパーブロー量をもう少し上げてもいいんじゃないのみたいな。だって軌道もフェース向きも合ってれば芯に当たりさえすればまっすぐ行く可能性高いよねみたいなことが想像できますよね。じゃあやってみようかなっていう。じゃあ T をわずかに下げてみましょうか。じゃあ今のごめんなさい、見せますね。これちょっとマットの中にこれぐらい埋まってるんで、一応ですよ、この A と B の高さどれぐらい違うかな、1センチぐらいかな。じゃあちょっと1センチぐらい低い T で、でさらにアッパーのイメージ、ちょっとアッパーのイメージだとまだこれやりたくなるんでね。5度、よっ、5度とはなんだと言われれば、5度とはこれだ。結構感じます。構えでいいですよ。構えたと振ると後ろにそっくり返っちゃうんで、構えてそのままなんか、あ、こういう角度感ねみたいなのでいいですよ。はい、振ってる時に体を倒すみたいな、ここに気づきがありすぎると体重左に乗らなくなって問題出たりするんで、はい、あ、これが一応5度っていう感じねみたいなのでいいです。はい、はい、じゃあ。ありがとうございます。はい。はい。結構。いきます。じゃあそのなんか5度の感覚ってあるじゃないですか。はい、構えで表現しつつ、はい、そのまま素直に振るでいいです。はい、どうぞ。うん。ちょっと何球か打ちましょうね。はい。はい、今ので 2.9 度アッパー。わお。アッパー 3.5 度。今日一番アッパーでした。うん。まあ3球ぐらいでいいかな。 3.5 度。はい、じゃあちょっと見ましょう。はい、これ見てくださいね。はい、さっきよりは下の方に当たってきました。ふわーっと分布図が移動しました。だ当然 T の高さは、打点傾向に直結するよねっていうのが分かります。ただね、一般的に T を低くする時っていうのは、皆さん目的って球低く打ちたい時だったりするじゃないですか。はい、だから球低く打ちたい時って入射角をダウンブローにしますよね。だから T 低くして球低く打とうと思うと天ぷらで出たりします。でもこれは今のは T を低くしてあえてアッパーブローでってやって2つの薬をこうやってるから下に動くんですよ。T 低くするじゃないですか。意識がやばい T 低いって言って上からになったら同じところに当たったり天ぷらしたりしますからね。はい、こういうのはその今のやったのをしっかり意識してくださいと。あからさまに打点傾向が上にある新井さんは今の薬を両方打つことによってちょっと下から入ったよねっていう、はい、あ、ちょっと下目に当たったよねっていう話です。はい、でプラスアッパーで打つ意識があった時にネガティブなというかマイナス要素も実はちょっと発生したんだよと。はい、それはちょっとフェースが開きやすいです。開きやすいアッパーでいくことによると体が残ってくると。でちょっとそれによってクラブフェース面がわずかに開いた結果、ちょっとフェード要素が大きくなっちゃったんですね。はい、これが仮にクラブフェースがしっかりとスクエアに戻って記載すればさっきよりも飛んでます。はい、実は結構いい球も出ていたので、まあ、そこの辺りがさらなる伸びしろなのかなと。はい、あとちょっとねやっぱりヒール寄りなんですよ打点が。はい、その結果、まあ、ギア効果も発生してフェード量が大きいので、はい、これもアイアンと連動してですね、もうちょっと、まあ、これ芯に全く当たってないですよね。うんうん、いいですね、これだからちょっと球離れてみましょうか。ワンボール離れて、気持ち悪いですよ。ワンボールぐらい自分で離れてアッパーのイメージで T 低くしてるみたいな、これはもう構えて意識だけでやってる感じになりますけれども、ちょっとそれで打ってみましょう。はい、そうそう、5度の傾斜に立ってるイメージ。はい、はい、うん、はい、おっしゃる通り、変わらずヒール、ヒールが好きなんですよ。好きなんです。慣れてるんですよ。慣れてるんです。はい。ちょっと。これもスライス系ですね。これももう具体的に今のこういうふうにヒール寄りとか。スライス系ってなってくるとドローを練習するのも手ですよね。なぜならアッパー量を増やしていくってことはイメージとしてはドローって本来打ちやすいわけですよ。なので具体的に今いやまだまだ全然そんなレベルじゃないみたいに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょうど練習するタイミングですよね。はい、前回アイアンでフェードボール練習してみようみたいな話になりましたけれども、じゃあ今回はドライバーは今の構え方からドローボール、ね、右から捕まえてくるみたいなイメージをやることによって。実は打点とかも変化する可能性もあるし、スイング上の変化が起こってくる可能性があるわけじゃないですか。じゃあどうぞ、はい、やってね。 T 低くしてアッパー量を増やして捕まえていくんですね。はい、そういうことです。なんとなくです。もうなんとなくドロー捕まえる。はい、うん、フェード飛んでますけどね。捕まえる意識やってなかなか芯に当たって、お、すごい、今日マックスアッパー 5.4。これでもよくあるやつですね。アッパー量を増やしていくと軌道とかとよく似てるんですよ。ダウンブローに打とうとするとフェースクローズになりやすくて、アッパー量を増やすとフェースオープンになりやすいのは想像つきますよね。だからインサイドアウト軌道に振りなさいイコールフェースオープンになりやすくて、カット軌道に振るイコールフェースがクローズになるという、非常に軌道ね、軌道ってこうインアウト上下みたいな要素があるじゃないですか。これとフェース向きって連動しやすいんですよ。だから今アッパー系の要素を加えた新井さんが連動してフェースが開くっていうのが漏れなくついてきた、はい、前回のアイアンのカット軌道で打ちなさいイコールフェースがクローズでついてきたっていうのと全く同じ傾向でしょ、はい、まあ、あんまりアドレスの工夫とかがやりきれてないとか、うん、こういう練習がまだあんまりやってないんで、軌道に対してフェースがこうくっついてきちゃうんですよ。だからこの辺はなんかいい球が出ないから俺はまだこれが向いてないとかできてないとかっていうんではなくて、入射角が変化したからこそ連動してフェースのこう向きが変わってしまった。でそれに対してどういうふうに今度はグリップだったりボールポジションだったりで変化させてくるかって、そんなことが大事かなというふうに思います、はい。まあ、でも本当にこれ多分多くのねアマチュアゴルファーの皆さんはこれと同じ悩みだったり問題点を抱えているはずなので、軌道変化っていうのはクラブフェースの方向の変化と連動して起こるんです。これほとんどのアマチュアでした。もう 99% のアマチュアの人がこれと同じ現象が起こっているので、だから悪いってわけじゃないと、ここからもう一段工夫必要だよねっていう話だということです、はいはい。まあグリップでもいいですよ。ちょっと今具体的にこうやってるとこれ長くなってしまうので、はい、この後いろいろと提案しながら作り込んでいきますけれども、はい、今みたいな工夫の積み重ねによってこれから新井さんはまたさらに変化していくということです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。